はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマはダウンサイジングのタイミング、ダウンサイジングした方がいいサインについてお話をしていきます。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、こちらです。第1作目、第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。先月も重版させていただきました。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、この動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってありますので、ぜひそちらからご購入いただけたらと思います。そしてもう2点告知がありまして、1点目はブログですね。これもつい先月ブログを開設させていただきまして、動画を公開してから数日後にその動画の内容をまとめたもの、要約したものが文章化、記事化されますので、ぜひ復習したい方は概要欄からブログのチェック、フォローお願いします。そして最後もう1点はこちらです。9月11日に大阪でミニマリスト交流会を開催させていただきますので、興味のある方、参加してみたい方はコメント欄チェックしてみてください。ということで、ここからが本題ですね。改めまして、本日の動画のテーマはダウンサイジングのタイミング、ダウンサイジングした方がいいサインについてお話をしていきたいと思います。まあ、僕自身はですね、かれこれこのミニマリスト生活を、約6年ぐらい続けておりまして、その中でも生活の中でダウンサイジングしてきたタイミングがいくつかありました。で、きっと皆さんにもあると思います。例えば体調不良だったり、働きすぎだったり、ストレスの抱えすぎっていう、サインですね。こういったサインが出てきた時っていうのは、できる限り、生活自体をダウンサイジングした方がいいんですよ。で、僕自身が実際にそういうサインが出てきた時に、こういうことをしたよ、こういうことをやめたよっていうのをご紹介させていただきますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ということで、まず一つ目のサインですね、ダウンサイジングのタイミング、一つ目のサインは疲れているけど寝られないという時ですね。疲れているけど寝られない時はダウンサイジングをした方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、僕自身もありました。疲れてはいるし、しんどいんだけどなかなか寝られない、寝つきが悪いっていう時期がありまして、で、おそらく、あくまで僕の場合はその原因として考えられたのは、そのあれこれ考えすぎ、夜にあれこれ考えすぎていることが、結果その頭が活発になっちゃって、その寝られなかったのが原因だったので、まずはそのリラックスして寝ようというところで、例えばお風呂をちょっと長めに入ったりとか、ストレッチを長めにしたりとか、瞑想したりとかっていうので、あれこれ考えないようにしましたね。もうとにかく夜はリラックスタイムにしていく。で、そうすると自然と、脳の活発状態もなくなって、興奮状態もなくなって、その副交感神経優位になったので、で、寝つきも良くなったし、早く寝られるようにもなったし、すごく良かったかなと思います。なので、ぜひ皆さんも疲れているけど寝られないっていう時は、結構夜にあれこれ考えていたりとか、あれこれ活動してる可能性が非常に高いので、そのリラックスするための時間に夜はしてほしいなっていうふうに思います。それでだいぶ改善できると思います。続いて2つ目ですね、ダウンサイジングのタイミング2つ目のサインは朝起きられない方ですね。朝起きられない人はちょっとね、ダウンサイジングも検討してもいいのかもしれません。で、原因としてはいくつかあると思うんですけど、まず一つに夜更かしですね。夜無理して起きている方とか結構多いと思います。もちろんね、疲労がすごい蓄積されていたりとか、しんどいとか、お仕事が嫌だとか、そういう理由とかもあるとは思うんですけど、まず一つに夜更かしをしているからだと思うので、そういった方はまず早く寝ましょうと、これだけでもだいぶ改善できると思います。早起きしたい人が朝早くね、いつもより1時間、2時間早く目覚ましセットしたところで、3日ぐらいはね、起きられるかもしれないですけど、これが1週間1ヶ月ってなったら多分続かない人が多いと思います。で、原因はやっぱり夜更かし、夜遅く寝てることだと僕自身は思ったので、もうとにかく朝早く起きるために夜8時とか9時とか、もうとにかくもう子供が寝るのと一緒のぐらい、それぐらい早く寝た方が朝シャキッと目が覚めると思います。あとポイントとしては、もうカーテンは全開にして、アラームとかその音とか
かで起きるんじゃなくても光、明るさで起きるっていうのが理想的だと思いますので、朝起きれない方、起きたくてもなかなかね起きれない方とか二度寝してしまう方はそんな風にやってみるといいかなと思います。続いて3つ目です。ダウンサイジングのタイミング、3つ目のサインは休んでも疲れが取れない方ですね。休んでも疲れが取れない方、これもダウンサイジングした方がいいと思います。かなりね頑張りすぎだったりとか働きすぎだったりとか、あとはスマホのいじりすぎ、リラックス休みの日にできてないのかなとか、まあ、いろんな原因あると思います。で、まあ、僕自身も昔会社員だった時、まあ、週休2日だったり、まあ、ないし1週間に1回の休みだったりとかしたんですけども、まあ、休んでも休んでもやっぱり翌日仕事って分かっちゃうとやっぱしんどかったりとか、まあ、そもそもねあのブラック企業とかだったんで、かなり労働時間が長くで残業代もほぼほぼ払われないっていうところで、まあ、かなり体に夢中って頑張ってたのでかなりしんどかったんですよね。休んでも全然疲れが取れなかったと。で、まああんまりね声を大にしては言えないですけども、まあちょっと休みをもらうとか有給もらうとか、まあ、ちょっとサボるとかね、人に任せるとかっていうのは大事じゃないかなっていうのはあると思います。で、僕自身は本当に無理しすぎて、あのまあ、入院ってほどじゃないですけども、ちょっと長期間休みをもらったりとか、あとは点滴打ったりとか、あの本当に年に数回は大きな体調不良がありました。もうそれぐらい過酷な労働していて、休んでも休んでも本当疲れが取れないし、まあ、体が疲れてくるとだんだんネガティブにもなってくるし、イライラしたりとか、その感情がすごい不安定になるので、まあ、まずは休んだ方がいいんじゃないかなっていうのはありますね。休みの日とかは特に休む、まあ、寝るとかゆっくり休む、ゴロゴロするとか、お風呂に長めに浸かるとか、あとはまあ好きなことをして気分転換するとかっていうのは、まあ、すごく当たり前ですけども大事だと思います。あとは最近だとスマホのいじりすぎによる目の疲れ、頭の疲れって結構あると思うので、休みの日は極力触らないっていうのもそうだし、お仕事の時とかも、まあ、通知を、ね、オフにしたらちょっと支障が出る方もいらっしゃるかもしれませんが、できる方は通知をオフにして、なるべくねこまめにチェックしない、あえてチェックしないっていうのが大事だと思います。見るときはもうまとめてね5分10分っていう時間を作って、まあ、隙間時間とかに見るとかだったらいいと思いますけども、まあ、結構ねそのデジタルデトックスすると結構疲れも取れるので、例えばその電子機器を全部置いて出かけてみるとか、お散歩に行くとかでも結構脳がリフレッシュされるので、まあ、休んでも疲れが取れないっていうことは徐々になくなっていくんじゃないかなっていうのはありますね。まあ、あまりにもきつければもう転職するとか一回退職するとかっていうのもありだと思います。はい、僕はそんな風にしてダウンサイジングしていきました。続いて4つ目参りたいと思います。ダウンサイジングのタイミング、4つ目は頭がぼーっとする方で、頭がぼーっとしてうまく話せないとか口が回らない方とかもちょっとねあの検討した方が、ダウンサイジングを検討した方がいいんじゃないかなって思います。で、僕自身はちょっと体調崩し気味の時とかしんどい時とかはこういうサインが出てましたね。もう朝起きても頭がぼーっとしたりとか、特に朝午前中ですねはぼーっとして頭が働かなかったりとか、あとはろれつが回らないんですよ。疲れすぎて頭が働かなくて、だからそういう方はちょっとね体調の変化に気づいた方がいいと思うし、あ疲れてるんだなっていうのを客観的に認識するところから始めた方がいいかなと思います。で、原因としてはいくつかあると思うんですけども、まあ、一つに睡眠不足もあると思います。しっかりと7時間とか8時間十分寝られたって感じるぐらい寝るっていうのは大事だと思うし、で、あまり寝すぎも良くないんですけども、まあ、できれば7時間8時間ぐらいが理想的かなっていうのはありますね最初で。プラスその夜更かしをして、例えばね10時間寝るっていう睡眠の仕方は間違っていて、とにかく早く寝て早く起きる、これがもう人間的な理想的な健康的なあの睡眠時間、睡眠習慣だと思いますので、まあ、休んでも休んでも疲れが取れない方とか、起きても頭がねしばらくぼーっとするとか、うまく話せない、ろれつが回らないっていう方は睡眠不足の可能性もあるし、睡眠時間が誤ってる可能性もあるので、そのあたりを見直すっていうところからやってみてください。で、あとは水分不足っていうのも一つの原因として、要因としてあるみたいです。これ最近知ったことなんですけども、水分不足になると頭がぼーっとしてきたりとか、人によっては頭痛が起きたりとか、だるさがあったりとか、
あとはその、ね、口が乾いてろれつが回らなくなったりとか頭がぼーっとしたりとかするようなので、まあ、こまめに水分補給はそういった意味でも大事なんじゃないかなっていうのはありますね。やっぱりね、水分が足りなくなってくると危険信号を、ね、体が出してくるので、やっぱりね、水分補給をさせるためにちょっと体に変化を起こさなきゃいけないわけですよ。脳が指令を出すわけですよ。なので、まあ、ちょっとね、口が乾いてきた、ろれつが回らなくなってきた、頭がぼーっとしてきたっていう場合はちょっとこまめに水分補給を取ってあげると、まあ、その症状が緩和することもあるそうです。他にも原因とか要因がありまして、その頭がぼーっとするとかろれつが回らないとか口が回らない時、原因は姿勢が悪かったりとか、あとやっぱり疲労ですかね。まずその姿勢についてなんですけども、やっぱり姿勢が悪いと姿勢と感情って密接に関わってくるんですよね。まあ、もちろん脳の状態とも関わってくるんですけども、やっぱりうつむくというか、その下を向く姿勢っていうのは気分が落ち込んだ時とか悲しい時とか、あとは怒られた時だったりとか、まあ、そういうネガティブな感情を発想させるわけですよ。だからそういう心情にもなりやすいし、そういう脳の状態になりやすいので、これあんまり良くないんですよね。で、当然頭がぼーっとしてきたりとか、まあ、くよくよ悩んでしまったりとか、うまく話せない、まあ、疲労がすごい溜まってしまうとか、気使っちゃうとかっていう風にもつながっちゃうので、なるべく胸を張ってで、呼吸を深くできるようにしてあげるっていうのはすごく大事だと思います。そう、呼吸でその空気が足りないと、脳に酸素が回らないとやっぱり頭がぼーっとしてくるっていうのもあると思うので、やっぱり背筋をピンと伸ばしてね、胸を張って生きると、まあ、深く呼吸もできるから脳に酸素も行き渡るし、あとはその胸を張る状態姿勢っていうのは、要は自信がある人とか気分がいい人とか、まあ、そういう人が取る姿勢なので、姿勢を変えるだけでもそういうメンタルに近づいていったりとか、そういう人の、まあ、脳の状態に近づいたりとかするので、結構姿勢って大事なんですよね。そう、だから頭がぼーっとする人、うまく話せない人、ろれつが回らない人は睡眠不足の改善、水分不足の改善、そして姿勢の改善ですね、これをやってみてほしいなと思います。続いて5つ目参りたいと思います。ダウンサイジングのタイミングした方がいいサイン、5つ目は仕事に集中できない方ですね。仕事に集中できない方はダウンサイジングを検討した方がいいかなと思います。で、これもいくつか理由が挙げられるんですけども、まず1つ目、住環境ないし労働環境、まあそのデスク周りとかですね、物多くなっていませんか。で、当然物が多ければ多いほど本当にやらなきゃいけない仕事に集中できなくなります。なぜかといったら、その物を選ぶ時間、まあ、選択しなきゃいけなかったりとか、選ぶ方の選択しなきゃいけなかったりとか、まあ、探し物もそうですし、なくし物もそうですし、それから雑念も出てきやすいですよね。あれもしなきゃ、これもしなきゃっていうふうにタスクが多くなってしまったりとか、物が多いことによって他人からの視線が気になってしまったりとか、その毎回ね、その出勤するたびにデスクを見るたびにうんざりしたりとか、そういう無駄な思考とか時間とかお金が取られちゃうから、まあ、当然仕事に集中できなくなりますよと。で、あとはスケジュール管理、タスク管理ですね。これも抱える仕事が多くなりすぎると、まあ、当然ぼーっとしてきたりとか仕事に集中できなくなります。あとは当然疲労もあるでしょうし、長時間労働だったりとか、その日嫌なことがあったら、まあ、仕事に集中できなくなってしまう人もきっといらっしゃるかと思います。で、僕自身はどういうふうに改善していったのかというと、それこそ身につけるもの、服装を固定化して、もう選択する余地をなくすというか、選ぶっていう行為をなくして頭が疲れないようにしたりとか、あとは持ち運ぶカバンの中を整理整頓してなるべく軽くしたりとか、もう必要なもの以外は持ってかないって決めて、もうそういうの全部捨てたりとかしました。やっぱりカバンが軽いだけでもフットワーク軽くなるんですよ。もう重いとしんどいんですよ。ただでさえだるくてしんどいのに、もうカバンが重いともう出勤する気力も起きなかったりとか、朝ね、身支度でバタバタしたりとか、あれがないこれがないって言ってイライラしたりとかで、遅刻しそうになってヒヤヒヤして、で逆に朝一で怒られたら、それこそ気分も上がらないし仕事に集中できなくなるから、そういう持ち物は見直した方がいいと思います。で、スケジュール管理、タスク管理に関しても、一日でこなさなきゃいけないタスク、仕事っていうのを、まあ、箇条書きにして優先順位をつけて、まあ、緊急度が高く重要度も高いものから朝一から片付けていくっていうのが
大事だと思います。やっぱり脳とか体ってやっぱり時間経過とともにどんどん体力がね削られていくものなので、やっぱり朝一で超重要な緊急度の高いものから片付けていかないと、疲れ切って例えば夕方とかにやっちゃうとミスも多くなるし、ミスした時のダメージも大きくなるし、もう天和やんわになっちゃうんですよ。だからなるべく元気な時間帯で緊急度も高く重要度の高いものを片付けて、次に緊急度の高いものとか、まあ、緊急度はないけど重要度の高いものとか、まあ、そういうのを午前中に終えて、で、まあ、正直どうでもいいこととか、まあ、ちょっと手を抜いても、まあ、ぼーっとしながらでも多少疲れてもこなせる仕事を午後に回すっていうのは結構おすすめですし、僕自身も実際にやってます。であと長時間労働に関してなんですけども、まあ、これ会社員の場合はねそんなに時間削れないとは思うんですが、まあ、うまく休憩時間を利用したりとか、あとうまく仮眠を取る、15分でもいいから仮眠を取ったりとかするのは大事じゃないかなと思います。あと僕の場合はもう労働時間が短いところというか、まあ、ちゃんと実働8時間でやってくれるところに転職をしたりとか、あとは個人事業主になってある程度働き方とか働く時間を調整できるようにしたりとか、あとはまあ貯金をしっかりして資産をしっかり構築してストック型の収入を得るとかすれば、だいぶ労働時間も減らせるようになりましたね。で、まあ、僕の場合はそうは言っても長時間働く日とかもあるので、そういった時はかなりもう夜とか夕方はねクタクタになるんですけども、そういう時はうまく気分転換する、それこそ運動するとか、まあ、お酒を飲むとか、美味しいご飯を食べるとか、早く寝るとか、そういう気分転換とかね、疲労を少しでも翌日に残さないための活動をするっていうのが大事だと思います。翌日のパフォーマンスを上げるために、仕事に集中していくためには大事じゃないかなっていうのはありますね。続いて6つ目です。ダウンサイジングのタイミング、ダウンサイジングした方がいいサイン6つ目は、仕事のミスが増えてきた時ですね。仕事のミスが増えてきた時とかも、一度自分のタスクの管理だったり、デスク周りだったりとか、働き方だったりとか、いろんな要素原因があると思うので見直した方がいいかなって思います。で、僕の場合は結構抱えすぎてたことが原因だったので、まあ、余計なこととか何の生産性もない作業とかを全部なくして、まあ、重要なお仕事だけをこなすようにしたらミスも減りましたね。やっぱりその時間がないとか忙しいとかで焦っちゃったりとか、いっぱいいっぱいになっちゃうと結果余裕がなくなってミスしやすくなるというか、確認作業がなくなったりとかするので、ちょっとミスが多いなって感じてきたら、一回自分の仕事、働き方、デスク環境、職場環境を見直した方がいいかなと思います。で、一人でやりすぎの場合はちょっと誰かに委ねたりとか任せたりとか、仕事を振ったりとかするっていうのも大事だし、そもそもやらなくていい仕事はなくすっていうのは大事じゃないかなと思います。ゆとりを持って働くのが一番生産性というか効率とかも上がるでしょうし、で、他にも例えばそのスキルとか知識がない場合にそのミスとか失敗って起こることもあるので、まあ、そのスキル不足とか知識不足の場合は、まあ、一気にっていうよりはコツコツとね毎日勉強していく、足りない知識とかスキルを補っていく、先輩からアドバイスをもらうっていうのは大事じゃないかなって思います。やっぱりね、仕事のミスが多いと相手にも迷惑かけるし、それこそ仕事がもうそれでおじゃんになる可能性もあるし、信頼をなくしてしまったりとか、あとはその上司とかお客さん、クライアントさんの時間とかお金をね削ってしまったりとかして、結果相手に迷惑かけることも増えるので、ミスがねちょっと多くなってきたなと思った段階でやっぱりダウンサイジングする必要はあるかなと思います。これ自分だけの問題だったらいいですけど、相手を巻き込んでしまうことに関してはちょっとね本当に気を引き締めていかないといけないので、そのあたりはねちょっと皆さんも参考にしていただけたらと思います。続いて7つ目参りたいと思います。ダウンサイジングのタイミング、7つ目は、普段の日常生活で、まあ、仕事がある日とかない日とか関係なく、やる気が出ないとか何もしたくないって思った時ですね。やる気が出ない、何もしたくないって思ったタイミングもちょっとね無理をしすぎだったりとか抱えすぎだったりとかするのかなと思うので、ダウンサイジングした方がいいかなと思います。まあ、当然疲労とかだるさとかもあると思うので、しっかり休むとか気分転換する、リフレッシュするっていうのも大事だと思うし、もしかしたらね、慢性的なメンタルの落ち込みかもしれないし、あと
人間関係の悩みだったりとかもするのかなって思って、で僕自身はそのメンタルコントロール法といいますか、まあ、当時ね結構浮き沈みが激しかったりとか憂鬱な気分がずっと続く時があったので、やる気が出ない、何もしたくないという時期が続いたので、モーニングノートだったりとかそのノートで記録取りましたね。自分は今何を考えていて、何を感じていて、どういうのが嫌で、どういう悩みを抱えていて、どういうふうにしたらいいのかみたいな、とにかく考えたこと、思いついたこと、感じたことをひたすらノートに書くっていうことをやって、それをやるとだいぶ、まあ、気分が落ち着いてきたりとか、あとは長期的な目線で見てだいぶその思考だったりとか感情とかも割とポジティブな方にね向くようになったりとかしたので、まあ、そういう紙に書くっていう行為は結構おすすめだったりとかもします。あとは、まあ、リフレーミングっていうその心理のその手法を使って、たとえネガティブなことを考えたとしても、じゃあいい部分は何なのかっていうのを考えるようにしたりとか、例えばですけど今仕事がきついしんどいってなっていても、リフレーミングをすると、例えばじゃあ今長時間働くことによって収入が上がるなとか、ボーナスもらえるだろうなとか、まあ、今のその若い時のこの辛い経験で将来生きるだろうなっていう風にちょっと前向きに考えてあげるようにしたりとか、まあ、人間関係の悩みに関しては、まあ、ちょっと難しいところではあるんですけども、とりあえずあの連絡を取らなくてもいい人はもうとにかく連絡を断ちましたね。もうそんな余計なところにエネルギーを使ってる場合じゃないので、もうすでにいっぱいいっぱいなわけだから、連絡しなくてもいい人はもうとにかく切り捨てて、で、まあ、嫌な関係とかも切り捨てられれば切り捨てて、まあ、疎遠にするとか、必要最低限のコミュニケーションしか取らないとか、あとはもう本当に人を変えるってなかなか難しいので、もう自分が変わる実績を出してギャフンと言わせるとかでもいいし、部署を変えてもらうとか転職するとかっていう風にするのも一つの手じゃないかなっていうのはあります。で、あとはやる気が出ない、何もしたくないっていう原因の一つとして、これ皆さんにもねよく言いたいんですけど、夢とか野心がないっていうケースも考えられるんですよ。で、昔僕自身はその社会人になってから社会の厳しさを知って、学生の時とか社会人になりたての頃に描いていた、まあ、理想の自分だったりとか夢とか目標っていうのがだんだん薄れていったんですよね。そうするとなんか本当にお金のためだけに働いてたりとか、もう何も考えずに思考停止状態でとにかく働いた方がいいと思ってたから働いてたりとかね、そう何にも考えてなかったんですよ。目標とか夢とかゴールとかもなく働いてたから、まあ、当然憂鬱になるしだるくなるし、何もしたくない、やる気も出ないっていう風になってたんですよね。だけどやっぱり野心があったりとか夢があると、やっぱりがむしゃらに頑張れるじゃないですか、たとえしんどくても。だから夢とか野心ってすごく大事だなって思いましたね。だからぜひ皆さんも、まあ、一生に一度の人生なので、まあ、何かねこれを成し遂げたいとか、まあ、今のお仕事でこういうゴールを叶えたいとか、例えば上司のために働こうでもいいし、部下のために頑張ろうでもいいし、家族のために働こうとか、まあ、何かしらの目的とか、まあ、夢とかゴールとか野心があった方がやっぱり人間頑張れると思うので、まあ、そういう風に考えてみるっていうのも大事じゃないかなって思います。で、その夢とかゴールを叶えるためにやっぱりねいっぱいいっぱいな方がきっと多いと思うので、じゃあそこのゴールに向かうために余計なものを削ろうっていう発想が大事だと思います。まずは足すよりも、夢とかゴールを決めて何か足していこうよりも、まずは削っていく、無駄なこと、関係ないこと、障害になること、足かせになることを削っていった方が、まあ、結果ダウンサイジングにもなるし、夢とかゴールに向かって時間とかお金とかエネルギー、労力とか思考とかをね全部注ぎ込めるので、まあ、そっちの方が人生変わるし、より楽になると思うし、自己実現というか目標も叶っていくから、もうそれこそメンタルが落ちるっていうこともなくなるでしょうし、人間関係の悩みとかも薄れていくと思います。上司をギャフンと言わせたりとかね、ムカつく関係の人をギャフンと言わせたりとかもすることもできると思うし、あとはそういうのが楽しくなってくると、夢とかゴールが叶ってくると、疲労とかだるさっていうのも、まあ、感じにくくなるとか、もう感覚が麻痺してきます。疲れてるけどなんか頑張っちゃうとか、子供の時にゲームするような感覚ですよね。しんどくても辛くてもムカついてもなんかゲームやっちゃうみたいな方っているじゃないですか。そういう感覚にも近くなるかなっていうのはありますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、では続いて8つ目ですね。これ僕だけじゃなくて結構身の回りの方とかにもいらっしゃるんですけども、ダウンサイジングのタイミング8つ目は強烈な不安感を抱いた時ですね。強烈な不安感、恐怖を抱いた時とかも一度見直した方がいいと思います。ダウンサイジングした方がいいですね。で、とりあえず、まあ、その日強烈な不安感を抱いた時は一旦ゆっくり休んだ方がいいと思います。まあ、寝るでもいいし、横になるだけでもいいし、目をつぶるだけでもいいし、やっぱり
そのあれこれ考えちゃったりとか情報がバッと入ってきちゃうと余計ね不安が増幅しちゃうので、まずはね目をつぶってその視覚的な情報をシャットダウンしてもう無になると、まあ、瞑想するでもいいし、まあ、できれば横になってゆっくり休むとかの方がいいかなっていうのはありますね。であとはその強烈な不安感の原因って多分いろいろあると思うんですけども、まあ、ないものに目を向けてる可能性が非常に高いですね。時間がない、お金がない、余裕がないとかスキルがない、知識がないとか、まあ、そういうないない尽くしで不安感が強烈になっている場合もあるので、じゃあないものを探すんじゃなくて一体自分には何があるのか、何ならできるのかとか、そういうある部分に目を向けるような癖をつけた方がいいかと思います。まあそれもいきなりは難しいかもしれないので、まずは協力をちょっと要請してみるというか、助けてもらえる人を探してみたりとか、そういうこと、余裕がないことを相談してみたりとかっていうところから始めるといいかなと思います。で、他にもその不安の要因としては他人との比較だったりとかもあるのかなと思って、その自分よりも全然成果を上げてる人がいたりとか、自分よりもすごいペースでね、速いスピードで仕事をこなしてる人がいて、まあ、余裕がなくて、いや自分このままで大丈夫なのかなとか、いや自分には才能がないとか、もうこのままだと解雇されるかなとか、リストラされるかなっていう風に考えちゃうと、もうどん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 ね不安って増幅していくので、まあ結論言いたいのは、自分のペースで落ち着いて進んでいくっていうのは大事じゃないかなと思います。で、僕も YouTube チャンネルとにかく行動力とスピードが大事だとは言ってますけども、それでもやっぱり自分のペースを守っていくっていうのは大事で、その自分のペースでもやっぱ幅があると思うんですよ。ちょっと早歩きする時と、まあ、ちょっとゆっくりめにリラックスして歩く時と、まあ、幅があると思うんですよね。で、無理して走る必要もないし、のんびりその歩く必要もないし、まあそのバランスはぜひ皆さんとってほしいんですけども、その自分のペースっていう幅があると思うんですよね。で、その範囲内でちょっと調整しながら生きてほしいっていうのがあって、やっぱりいろんな人間がいていいと思うんですよ。もちろん行動力があってスピードが速い人もいいと思うし、むしろ、まあ、ゆっくり丁寧に生きるっていうのもすごくいいと思うんですよ。個人的には僕の価値観としてはやっぱり若い時は知識もスキルもやっぱり中高年世代に比べたら乏しいわけなので、やっぱり若い方はがむしゃらにね頑張って、ちょっと無理してでもスピードを上げて、とにかく早く行動する、早く仕事をこなす、多少荒削りでも仕事が雑でもいいから早く完成させて、で上司の確認を取ったりとかして、まあ、荒削りの部分をちょっとね研磨してもらって、磨いてもらって、修正してもらって、でだんだん経験とか知識を身につけていくっていうのが個人的には理想的ですけども、まあでもそれで焦ってしまって、まあ、強烈な不安感を抱いていては、まあ、本末転倒だと思いますので、まあ、自分のペースに一旦戻って進んでみるっていうのは大事じゃないかなっていうのはありますね。あとは例えばその過去の自分、1年前の自分と比べて成長を感じることでもいいと思うし、自分のペースを守っていけば、まあ、自然と成長していくなって認識にもなったりとか、多少なりねその期間限定で、じゃあ例えば3ヶ月はこのペースで頑張っていこうと思えるかもしれないし、強烈な不安感を抱いた場合は一旦ゆっくり休んでいただき、他人との比較をやめて、できればあるものとかできることに目を向けて自分のペースに一旦戻る、自分のペースでゆっくり落ち着いて進んでいくことが大事かなと思います。続いて9つ目ですね。ダウンサイジングのタイミング、9つ目は暴飲暴食とかお菓子を食べまくってる時とか、お酒が最近多くなってきた方、タバコとかギャンブルとか、もう本当に悪いと分かっていても止められない方はちょっとダウンサイジングの必要があると思います。もうこれをやってしまう方は相当疲労とストレスが溜まっている証拠だと思いますので、もう黄色信号ですね。もうレッドカードが出かかっている状態だと思います。で、まあ、僕もね、まあ、そうは言ってもそういう時があります。ちょっと暴飲暴食してしまったなとか、お酒飲みすぎたなとか、なんか本当に体に悪いことをしてるな、まあ、タバコとかは吸わないしギャンブルとかもしないですけども、やっぱ僕の場合暴飲暴食ですかね。ちょっと無理が続いてしまうと、まあ、そういう風になっちゃうので、まあ、そういう時はやっぱり休みを設けるっていうのが一番だし、まあ、あとはお風呂に長めに浸かるとか、まあ、最近僕スポーツジム通ってるんで運動で発散させるとか、サウナに行ったりとか、あとはまあ軽く運動、まあ、お散歩
歩だったりとか睡眠時間をゆっくり確保したりとか、あとはストレッチだったりとか瞑想だったりとか、もうそういうところで気分転換をしてリフレッシュをして、翌日から割と元気に、まあ暴飲暴食とかもなくなったりっていう感じですかね。あとはお菓子に関しても、最近体を鍛えるようになってからお菓子の量もだいぶ減りまして、昔はそれこそ本当にストレスが溜まってた時って割とコンビニとかでもうお菓子を爆買いしてたんですよ。食べられないけど買って発散させたっていうところもあるし、まあ、食べてた時もあるんですけども、そういうのがなくなったから結構ジムを契約したりとか運動習慣を身につけると結構おすすめだったりとかもします。ただそのがっつり筋トレするとか運動するとかでなくてもいいです。多少心拍数が上がるような運動、お散歩、エクササイズとかでも十分効果はあると思うので、逆にねがっつりやっちゃうと逆に疲労が溜まって疲れてしまって、翌日とか週明け、週末明けの仕事に支障出たりとかもするかもしれないので、まあ、そこはねちょっとバランスを見てほしいですけども、まあ、とにかく暴飲暴食、お菓子の食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎ、タバコギャンブル、ちょっと止められないっていう方は、まずはストレス発散する、ゆっくり休むとかリフレッシュするっていうのが大事じゃないかなと思います。僕自身もねたまにあるので、まあ、そういう風にしてやってます。続いて10個目です。ダウンサイジングのタイミング10個目は、これもかなり危険信号なんですけども、過呼吸が定期的に起こる方だったり、毎日泣く方、泣いてる方とか、わけもわからず涙が溢れてくる方はちょっと注意が必要ですね。これもかなり危険信号だと思います。で、まずはですね、まあ、先ほどからも何度も言うように、まずゆっくり休むっていうのが大事ですし、あとは家族に頼る、支えてくれる家族、まあ、奥さんでも旦那さんでもいいし、母親でも父親でも兄弟でも、まあ、親友でもいいので、とにかく頼れる人に頼るとか、あとは相談するとか、話を聞いてもらうだけでもすっきりするでしょうし、ちょっと職場でそういう傾向が出る方はちょっと信頼できる上司とか同僚とかに相談してみたりとか、あと報告してみたりとかするのも大事かと思います。それでも治らなければとにかく病院に行った方がいいと思います。あの精神病院ですかねに行って一回検査してもらったりとか、あんまり薬に頼りするのも良くないんですけども、精神安定剤をちょっともらったりとかねするのもありじゃないかなと思います。でとにかく原因があると思うので、まあ落ち着いた頃を見計らって、なんでこういう過呼吸になってしまったのか、何が一番ストレスなのか、原因をちょっと探ってほしいなっていうのがありますね。何が一番嫌だったのか、トラウマになるぐらいのなんか恐怖心があったのか、わからないですけど別れがあったのかとかもねあるかもしれないので、まあぜひ頼れる家族に頼り、親友に頼ったり相談したり、とにかく話をたくさん聞いてもらったりとか、病院に行ったりとかちょっと薬をもらったりとかして解決していくのが大事じゃないかなっていうのはあります。で僕の身の周りにもちょっとまあ頻繁にっていうわけじゃないですけども、定期的に過呼吸になってしまう人がいたりとか、もうなんか訳も分からず泣いてしまう人とかがいたりとかして、まあ、もしね皆さんの身近にそういう人がいた場合は、まあ、過呼吸になってた場合はまず袋を用意してあげてほしいんですね。呼吸のしすぎなんですよ。だからその袋を口に当てて呼吸させてあげると落ち着いてきたりとか、あとはちょっとね体をさすってあげたりとか、まあ、これちょっと男女の関係だと難しいかもしれないんですけど、その抱きしめてあげると結構気持ちが落ち着いてきたりとかするので、抱擁ですね。そう、人間ってねその肌と肌と触れ合うと結構落ち着いてきたりとか、精神がそのリラックスしてきたりとかするので、まあ、できる方はちょっとね抱擁してあげたりとかっていうのも大事だと思うし、その落ち着いた段階ででいいので、まあ、どうしたのってちょっと心配したりとか、お話を聞いてあげる、意見を言うとかアドバイスするとかじゃなくて、ひたすら共感して話を聞いてあげるだけでもだいぶ落ち着いてきたりとかするので、まあ、そういう風にやってみてください。でもし皆さんがその当事者だった場合ね、過呼吸してしまうっていう方の場合は、そういう風にしてこれそうな方を探すのが一番だと思います。そのことをしっかり分かっている方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。続いて11個目です。ダウンサイジングのタイミング11個目は、もう常日頃イライラしている方とか、自分や他人を責め続けている方ですね。こういった方もちょっとダウンサイジング必要かなっていうのはあります。で、まあ、僕も昔結構イライラしてたりとか、結構自分を責めて自己嫌悪に陥った時もあるし、逆に他人を責め続けてた時もありました。まあ、かなり嫌な人間でしたね。で、なんでそういうことが起きるかっていうと、まず一つに余裕がないからだと思います。で、自分に厳しく
くて完璧主義で、もうルールは絶対だみたいな、自分で決めたルールもしかり、まあ、法的なルールもしかり、まあ、会社内でのルールもしかり、ルールを破ることは良くないみたいな風に思っちゃうと、もう余裕もなくなってイライラしちゃったりとか、自分とか他人を責めちゃうってことにもなるので、まあ、僕自身はどういう風にしてったかというと、まずは自分に甘くするっていうのが大事だと思います、はい、自分が甘えれば、自分にちょっとゆとりを持てれば、他人にも優しくなれると思うんですよ。自分も例えばサボってるから、他人にも、まあ、サボってもいいって言えるというか、まあ、あんまりサボれば良くないかもしれないですけど、あとは例えば自分の中での合格点を100点じゃないと合格じゃないとかじゃなくて、60点をね合格点にするとかっていう風にハードルを下げるっていうのも大事だし、まあ、そういう風にしてきたし、ルールを破ってもいいっていう風に、まあ、自己暗示をかけていくっていうのは大事じゃないかなって思います。その自分の中の常識というかルールってあるんですよ。働かなきゃいけないとか、貯金しなきゃいけないとか、何々すべきみたいな、そういうルールですね。でそういうのをどんどんちょっと崩していってほしいんですよね。例えば、まあ、自問自答でもいいし、現にねそういうことをしていいと思うんですけども、貯金をしなくてもいいとか、働かなくてもいい、サボってもいいとかっていうふうにやっていくと、だんだん肩の力が抜けていくかと思います。でもちろん人に迷惑をかけない、まあ、かけてもいいんですけども、まあ、あまりにもねその損害が大きくなってしまったりとか、危害を与えてしまうすぎるのは良くないんですけど、それこそね迷惑かけたくないと思って、まあ、それに縛られてイライラしちゃったりとか、自分を責めちゃったりとかもするので、迷惑かけないように、かけないようにしようと思って、でもかけてしまった、で自分を責めてしまうっていう方とかもいらっしゃるので、まあ、かけてもいいんですけど、まあ、そのあたりちょっとバランスを見ながら、例えば人に仕事を振ってもいいとか、ちょっとサボってもいいとか、上司から怒られてもいいとか、まあ、信号が赤でも、まあ、渡っていいとかね、まあ、もちろん車が全くない状態でだったら別に渡ってもいいというふうにルールをちょっと破ってみたりとかね、あんまり声を大にしては言えないですけど、あんまりルールに縛られすぎちゃうと当然イライラもするし、自分とか他人を責めやすくなっちゃうので、僕はそんな風にして自分の中で決めたルールっていうのを破りつつ、合格点を下げ、で自分に甘くしたら、人にもわりかし優しくできるようになった、イライラすることも少なくなったし、その自分もしっかり他人に責め続けるということもなくなって、まあ、割と昔と比べると温和な人間になったので、まあ、ぜひね参考にしてみてほしいなと思います。で結構ねルールを破るって勇気がいるし怖いと思います。でもその怖いことに挑戦をして、そのルールを破れるようになると、法律違反をしろとかっていうわけではないですが、自分の中で決めたルール、自分の中で決めた法律みたいなのを破っていくとだいぶ気が楽になると思うので、ぜひね怖いとは思いますけども、そういうところに挑戦していくと、だんだんその垢抜けていくというか、肩の力がね抜けてきたりとかもするので、ぜひ参考にしてみてください。続いて12個目ですね。ダウンサイジングのタイミング、12個目は、はい、これはもう僕がよく言うことですね。片付けや整理整頓、掃除に疲れた方です。片付けや整理整頓、掃除に疲れた方も、もう絶対にダウンサイジングした方がいいですね。そういう考えとか雑念とか煩わしさを二度と味わわないために、物を捨てましょうっていうことですね。もう8割9割いらないものをとか使ってないことの方が多いと思うので、もうそういうのは全部捨てて、 できる方は小さい暮らしというか、一回り小さい家に引っ越すとかでも全然いいと思います。それだけでもね、物理的なものが減るだけでも、暮らしぶりがちょっとねコンパクトになるだけでも、だいぶ気が楽になると思います。家賃も低くなるし、働きすぎもなくなるかと思います。動線も短くなって、ストレス疲労もたまりにくくなると思うし、ぜひ片付けとか整理整頓とか掃除に普段疲れてる方は、もう徹底的に物を減らしてみてください。だいぶ楽になりますね。続いて13個目、ダウンサイジングのタイミング13個目は、遅刻や欠勤、サボりが増えてきた場合ですね。遅刻や欠勤、サボりが増えてきた時はちょっと見直しも必要かなと思います。ただ、まあ、最初、まあ、誤解のないように言っておくと、もうあまりにも疲れてストレスも溜まってる時はやっぱり休んだ方がいいので、まあ、もちろん休みを取ってほしいし、サボるっていう一つの選択肢も検討してほしいんですよ。で昔僕自身営業をやってた時、まあ、塾の先生やってた時とかも結構サボってました。もうあまりにもきつくて、もうこのまま行くと、まあ、子供がね
その教室に来た時とかいざ営業を回るってなった時にやっぱり自分がしんどいというかゾンビのような顔をしてるとお客さんにも迷惑かかるし、かつそういう人が来たっていうなんかその悪い評判が広まると会社にも迷惑かかるから、それこそ車で30分ぐらい仮眠を取って、本当は働かなきゃいけないけど30分ぐらい仮眠を取ってから働くようにしたりとかしてたんですよね。まあ、一般的に見たらそういうのは多分サボりだとは思うんですけど、そういうのも一つありだということです。ただそういう機会が増えてきたりとか遅刻とか欠勤が多くなってきた場合はいろんな原因が考えられるので、その原因を探るっていうのが大事だと思います。まあ、まず一つに生活習慣の乱れですね。食生活だったりとか睡眠時間だったりとか運動習慣だったりとか、ごくごく当たり前の生活習慣が乱れているとやはりストレスもたまる、疲れもたまる、で当然寝坊したりとか二度寝してしまったりとか仕事の日のパフォーマンスが上がらなかったりとかするので、まあ、そういうところにはもうあるかもしれないし、何か仕事の中で大きな悩みを抱えてるから集中力が低下してるのかもしれないし、そもそもなんか夢とかゴールとかを見失って目標とする人がいなくなっちゃったりとか、あとは怒られっぱなしで気力減退したりとかねっていうのが考えられるので、まあ、何か自分で変えられるところがあれば変えていただき、で他人を変えるのはなかなか難しいですけども、一応ね上司とか社長とか、まあ、部長とかに相談するとかでもいいし、それでも変わらなければもう自分が部署を変わるとか転職するとか働き方を変えるとか労働時間を減らしてみるとかっていう風にやってみるのがいいんじゃないかなって思います。そして最後14個目です。ダウンサイジングのタイミング、ダウンサイジングした方がいいサイン14個目は笑顔が減ってきたりとか、本当はありがたいことなのに感謝できない、ありがとうが言えなくなってきたりとか、喜びを感じない、もう感情の浮き沈みすらないみたいな人はちょっとね見直した方が、ダウンサイジングした方がいいかなと思います。でこれもいろんな理由あると思います。笑顔が減ったり感謝できなかったりとか、ありがとうが言えなくなったりとか、喜びを感じなくなってしまったりとか、本来は楽しいことでも楽しさを感じなくなってしまったりとかしてる方とかもいらっしゃるので、ぜひそういう方はですね、まあ、その理由原因を探ってみてください。まあ、まず一つは、まあ、普段の生活がちょっとマンネリ化してきたっていうのもあると思うので、まあ、いい意味でその刺激を受けることって少なからず大事だと思います。新しいことに挑戦してみてください。で例えば自分の好きなこととかもともとやってみたかったことをやると自然と笑顔が増えてきたりとか、まあ、そこでね例えば助けてくれる人がいれば、まあ、当然新しいことの挑戦で失敗も多くなるかと思いますが、そこで助けてくれる人がいたら、まあ、当然ありがとうっていう感謝の気持ちも出てくると思うし、あとはその難しいこととか、まあ、やりたいと思ったことが成功した時にやっぱりその喜びを分かち合えたりとか楽しいって感じをしたりとかすると思うので、そういうマンネリ化を防いでいくっていうのが一つ方法であると思います。であと笑顔が減ったり感謝できなかったりとか喜びを感じない方の一つの原因として、最近ちょっと辛いことが多くなってきたりとか自分ばかり不幸に感じてしまうって方とかもきっといらっしゃると思います。でそんな方はできるだけいいこともあると思うんですよ。自分は不幸だと思っても幸せなこともあると思うんですよね。例えばお仕事があること、貯金があること、収入があること、友達がいることとか家族がいること、子供が元気でいることとか目が見えることとか生きてることとか、美味しいご飯が食べられることとか、そういう風に本来当たり前だと感じている幸せなことに気づく作業、ワークショップみたいなのもやってみるといいと思うし、あとはやっぱりさっきも言ったように人と幸せを比べてる方とかも結構いらっしゃると思うんですけど、そうなっちゃうとやっぱりね笑顔が減っちゃったりとか、いや本当は幸せなことだけどあの人の方が幸せそうだからっていう風に喜びを感じられなくなっちゃったりとかするので、人と幸せを比較しないっていうのが大事ですね。自分にとっての幸せっていうのを明らかにして明確にして、それが味わえていればもうすごく幸せなんだっていう風にその自分で納得するっていうのは大事じゃないかなって思います。それはもう年収で例えば1億円あるとか資産で運億円持ってるとか働かなくてももう会社が回るとかね、それはもう羨ましいし、ね、できればそういう風になりたいっていう人もきっと多いと思いますけども、今現時点での自分の幸せを明確にしないとやっぱり軸がぶれちゃったりとか、その本当は今幸せなはずなのに幸せがなくなっちゃうみたいなことにもなっちゃうので、例えば僕自身は
YouTube でこんな風に発信できて、家族が元気で、まあ、資産構築もできて、美味しいご飯も食べれて、好きなことが好きなように好きな時にできるみたいな、これが僕にとってのすごい幸せなんですよ。でそれさえクリアできてれば、あ、確かに他の人も羨ましいけど僕は僕ですごい幸せだなって思えるようになるので、ぜひそんな風にね、人と幸せを比較しないっていうのは大事かなと思います。もちろんね、羨むこととか比較して自分に何が足りないのかと思って成長していくことも当然大事なんですけども、あまりにね笑顔が減ってきたりとか喜びを感じてない場合はちょっとねもったいないというか、せっかくね一度きりの人生なのでもったいないので、ぜひそういうふうに自分の軸を決める、幸せの形を明らかにする、色とか形とかね、そういうのを明らかにするっていうのは大事じゃないかなって思います。であとは僕もこれよく大事にしてるんですけども、友達とか家族と、まあ、気の知れた人ともうバカみたいな話をしたりとか、ふざけたりとか遊んだりとか、まあ、たくさん笑えるようなことをするっていうのは大事じゃないかなと思います。まあ、そういうふうに意識してね、時間とかお金を意識的に使って、まあ、そういうふうに笑顔の機会を増やしたりとか、まあ、感謝できる機会を増やしたりとか、喜びを感じる機会を増やすっていうのは大事だと思います。そのためにやっぱり時間とお金的なその余裕を作っていくことも大事だと思うし、だからこそダウンサイジングしてほしいしね、そのタスクとか働き方とか物とか環境とかをなるべくコンパクトにした方が喜びを感じる機会も笑顔が増えると思いますし、感謝できることも増えるかなと思いますので、ぜひそのあたりも参考にしてみてほしいなと思います。はい、ということでちょっとねダラダラと話してきましたけども、今回の動画ではダウンサイジングのタイミング、ダウンサイジングした方がいいサインについてお話をしてきました。で実体験に基づいてこういうことやるといいよ、こういうことやめた方がいいよっていうお話をしてきましたので、ぜひ共感した部分、参考になった部分があれば今日からぜひ実践してみてほしいなと思います。で最後ちょっと告知をさせてください。9月11日に大阪でミニマリスト交流会を開催させていただく予定ですので、ぜひ興味のある方、参加したい方はコメント欄チェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。